はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。6月27日水曜日、本日は気候な小田原大木頂点から生放送です。はい、せーの、小田原ラーよろしくお願いします。店長、はい、目が充血してますよ。ね、いきなり渾身のボケからスタートとかね、うん、新しいかなと思って。新しい、うん、ね、モッサーがね、あんまボケるとかあんまないからね。そう、なんかちょっとね、常識にとらわれないようにしないと、まあまあね、まあ、前回の放送ね、犬夜叉でね、はい、まあね、最地球ガンガン当たった、ね、あ、そうですね、あの全然当たりをたくさん見せられたかなと思いますよ。はい、短かったですけど。そうですね、まあ、今日はね、王道の最地5ですけどね、はい、スペックということでね、こちら、はい、あの冬の空と打ってきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ先に告知いきましょうか。はい、はい、じゃあ、まあ皆さんお待ちかね、はい、ウルトラセブン2、そうですね、はい、ついにというか13年の時を超えて、はい、セブン復活、はい、はい、はい、まあでしょうね、あの500分の1ぐらいの時ですからね、うん、あの時はすごかったですね。はい、はい、40台ワンボックス、はい、ドドンと入れます。大量導入でございますね。はい、はい、であとは海物語の新シリーズですね、はい、海シリーズ5台という形で、はい、大海4ブラック、はい、ライトミドルですね、はい、こちらを10台と、うん、あとはシンフォニアですね、はい、はい、まあ人気絶唱、うん、はい、増大って形で、はい、15台になります。15台結構増えますね、はい、まあ増えますよ、はい、全然もう世の中の新本屋全部集めますから、はい、相当数になりますけどね。やばいですよ、はい、であと綱取り物語、お、はい、これも新台です。はい、新台ですね。ちょっと、まあ、今流行りの、はい、なに餃子の王将とか、はい、あれっぽい感じです、はい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 、なるほどなるほど、はい、であとは冬のそなたも増大、おうおう、はい、今日打ちますけどね、まあね、はい、人気ありますからね。人気ありますね、はい、みんなやっぱり好きだったんですね。はい、はい、であとは、中古というか、はい、あれですね、昔あった台レイブと、はい、あとは、ギルティクラウン、うん、忍者ハットリくん、はい、ペルソナ4、ハットリくん、忍者ハットリくんじゃない。いやいいですけど、横須賀にあったの。そう、あ、そうなんですね、横須賀からね。あ、懐かしいと思って、うん、入れました。あと、はい、チュラメキスロットですね、はい、ちょっと置き時っぽいやつで、はい、あの軽めです、うん、多分あの結構そんなにすごい枚数出るかって言ったらそんなんじゃないですけど、はい、ただすごい遊べると思います、はいはい、面白いですよ、うん、はい、であとは、みんなのジャグラー復活、あ、なるほど、はい、なるほど、A、はい、ジャグラーシリーズ5台、はい、であとは、ハイスクールオブザデッドの新台です、うんうん、5.9 号機ですね、はい、うん、であとトータルエクリプスの 5.9 号機、こちらの新台で2台同時、はい、ということで大量入れ替えですね。4月3日火曜日、ね、9時オープン、はい、ああ大変だな、本音出ちゃった本音。まあね、でもこんだけの台数入りますんでね、はい、結構ねお店のことは大変でしょうけれどもね、皆さん楽しんでもらうためにね、そうですね、はい、たくさん入りますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。皆さんの笑顔を思い浮かべて、いやいやいや、はい、いいですね、はい、そういうのね、血を吐きながらやりますよ。はい、ということで、本日の白吉は、そんな増大予定のある、はい、冬のそなたリメンバーでございますね。そうですね、はい、はい、こちら打っていきたいと思いますんで、はい、まあ、今日は何としてもそうですね、いいところを見せてね、そうですね、次の一瞬で入れ替えに備えると、はい、ということでね、はい、ぜひいいところを見せていただきたいと思いますので、はい、思いますので、早速湯気の方に移っていきたいと思いますね、はい、皆さん1時間よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで簡単にじゃあスペック説明、まあオードスペックですけども、そうですね、もうみんな分かってるから説明いらないですね、はい、いる絶対いる。ですね、大当たり確率が 315.1 分の1、はい、はい、300分の1ぐらいですね、はい、で核変形になってます、はい、で核変突入が、はい、一応これが 62% ですかね、はい、はい、あ、音でか、うん、はい、65% になります。 62? ごめんなさい、62% です、はい、62% の突入率で核変中の確率が、39.8 分の1、40分の1ぐらいですね、はい、で核変中だけじゃなくて通常時も含めて、はい、大当たりは全て16ラウンド、ほうほうほう、はい、まあ、一応突然核変、突核があるので、はい、それはまあ出たままないですけど、うん、はい、まあ、基本通常大当たりは全て16ラウンドになりますよっていう、はい、はい、っていう感じのスペックとなっております。はい、じゃあ頑張ってね、当ててください。そうですね、ます、はい、じゃあコメントねたくさん来てるんで読んでいきたいと思います。はい、和骨とか、ね、いらっしゃい、いらっしゃい、この放送は韓国対ドイツ、メキシコ対スウェーデンより面白いんですか。あ、そうですね、面白いです。ぜひ見ててください、1時間ですからね、はい、外は熱帯夜でもクールな冬空が見れると聞いてるとか、いらっしゃい、いらっしゃい、緊急入院ね、そうですね、見せたいですね、はい、ところでお前ら3人はウルトラセブンの曲を歌えるんか、最初の部分歌ってみ、セブンセブンセブンデデンデデンデデン、はい、
あちゃんはこう今来たよ、大変だ、モッサンが滑ったということでね、そんなことないよ、オープニングね。オープニング何かやった、モッサン前回の犬屋さんでイラン319を引きすぎたから今日ももうダメなんじゃないかな、うん、あ大丈夫大丈夫、ほらもう当たりそうだよこれ、ほら大雪って言った、ほんとに、うん、ちょっとチャンス、ほら SP、はい、ほらあ、ギジさんでしょ、はいはい、ほら来たよ、うん、あれこれ今一の辺さんっつった、そうじゃないそうじゃない、なんかヒヒみたいな言いましたね、あ、ほら一の辺さんいた、あ、タイマーも動いてる、一の辺さん、はい、服部くんって399じゃなかったっけ、あ、ぶれ、触れた、はい、来たよこれちょっとチャンスですね、早い、服部くんってアマデジじゃないんですか、アマデジですよ、はい、うん、やっと今日あっちゃん MC の日だ、ありがとうございます、おいおい、忍者服部くん横須賀から奪ってきたのか、ポリーフ、はい、発展、はい、はい、ポラリス、メガポラリス、あ、レインボー、ちょっと待って、レインボーだった、レインボーだ、すげえ、プレミアですよ、一回転、すげえすげえ、もう当たった、当たった、あ、光ってる光ってる、はい、大木ちゃんウルトセブンの協力と一緒に沈んでいく覚悟をしたんですか、はい、腹決めました、そういえば鈴丸はまだ聞こえない、鈴丸いないですね、はい、もうさんの大説明は適当で大好きです、食事ってものすごく大事なんですよ、根本や坂本がすぐに風邪ひいた、かかとを骨折したとかいうのは、はい、体に悪いものばかり食べて軸がしっかりしてないからなんで、そうですね、可能性はあるけどね、はい、あ、はいはい、緑、あ、緑、せっかくだからモード別々にしてやってもらえませんか、なるほど、そっちの煮物ですか、私エンジョイです、あ、じゃあ初代モードにすればいいんじゃない、のへちゃん、はい、はい、これレインボーに引っ張ってるから当たりですよね、当たりだと思います、ですよね、はい、強烈を舐めたらあかんよ、当たるはずがない、当たりそうだよ、モッサン、のへさん、あっちゃん、こんばんは、こんばんは、マフラーがゼブラだったよ、あ、モッサン、あ、ほんとだ、これ復活当たりだ、じゃあ来るんだ、雪だるま、あ、来た、はい、もう秋田の飯を見合うってください、早いよ、早い、キコーナは、橋本ちゃんの DVD とか写真集は景品にあったりしますか、あ、橋本里奈さん、ないかな、なんか来店した時とかはね、はい、ポラロイド撮ってくれたりとか、あ、ポスターくれたりとかね、じゃんけん大会みたいなのやるんですよ ね、 すね、うん、フレッシュローのコメントいきます、皆さんこんばんは、こんばんは、最近のモンスターは319弾けるから、今回も大丈夫そうだね、そう、319は相性いいの、ちなみに7月も今まで通りの配信テンポですか、そうですね、今のところ予定通りです、そうですね、あちゃんいらっしゃい、モッサン、最近の青森市、はい、そうだわ、青森駅から近いところで殺人事件起きるよ、起きたようか、うん、ちょっと ね、 ね、世の中最近ちょっと物騒ですからね、物騒ですね、あの皆さん本当気をつけてね、生活していただければと思います、ね、そうですね、本当に気をつけてください、圧力の後ろの台が例の台ですか、あ、そうですね、例の台です、どの台ですか、あ、これね、これ牛音とらって、こっち側が犬屋さん、犬屋さんね、はい、うん、319結構当たりますよなかなか当たらないですよ皆さん、うん、世の中の新宝器は4万7000台くらいあるぞ、そんなあるんだね、あ、そんなあるんだ、大変だな集めるの、ペルソナのアーマンは継続率も悪くないし、意外と出るときは出て、うん、もうさ、預けみたいに適当になってるぞそんなことないよ、なんかそれが横須賀魂みたいになってるね、事故れば当たりだから、ペ、引かれろって祈ってる、祈ってね、いやいやいや、あんま良くないけどね、良くないよ、まあ、緊急入院モードだからね、一応ね、うん、ゼブラマフラー、使おうた、もうさ、いや、使ってない、使ってないです、使ってないです、一応ですね、図柄が青図柄なんで、これは通常の可能性がある、ね、そうですね、はい、ので、一応時短は100回転、つきますんでね、はい、はい、オールですね、すべ、うん、ての大当たりに時短100回つきますから ね、まあ、ね、まあ、確変中と通常時、まあ、8個保留っていうのもあるんですけど、はい、まあ、そこの差っていうのは突然確変の割合が、はい、16ラウンドの出玉に多くなるのが電柱保留、はい、そうですね、で特確割合が多くなるのが通常保留というところで、はい、それ以外の振り分けはほぼほとんど変わらないので、はい、まあ、通常時も確変中も、まあ、振り分けは大体一緒という感じですね、うん、はい、はい、シンプルです、うん、モッサンおばんです、山形から応援してます、頑張れ、おばんです、ありがとうございます、あ、いつもありがとうございますもん、ね、復活は確変かな、確変じゃないっぽいですね、うん、どうなんだろう、これであともう1ラウンドかな、うん、野平さんってあのパチンコ嫌いの野平さんですかごめんなさい、もう打たないので許してください覚えてくださって光栄です、ね、はい、お、復活、これで確変かな、確変、おー、ということで確変、おはようございます、突入でございます、はい、以上、いいね、素晴らしい、ちょろいね、ちょろいね、今日、うん、てかなんか最近もさ強いですよね、319はね、よく当てる、本当当たる、うん、でも99分の1は当たらない、アマデジっていうかね、前回ね当たらなかったね、アマデジ当たらない、うん、
一パチ嫌いの野辺さんですね。そう、あ、いやいやいや大好きですよ。大好きですね。はい、でもね、4円パチンコの方がもっと好きだもんね。はい、そうです。みんな平等です。はい、もうさも最初は一緒だけど出玉がないんだよな。出玉、でも今出玉ありますよ。ありますよ。はい。うん、地震も各地で起きてますよね。そうそうそう、多いですね。最近関西も大変だったね。いろいろ起きてるから皆さん本当身の回りのね、大事なものとかはねしっかりね管理していざという時の準備とかね、そうそうそう、大事ですよね。って言ってる間にモさんこれ、大丈夫、大丈夫、運命のいたずらですよ。図柄 2だけどこれ危ないんじゃないかな。大丈夫大丈夫、危ないんじゃないかな。そんなことはない。はい、あ、緑カットイン、うん、大丈夫か。ほらそういうこと言うからフラグ立つでしょ。ダメよ。さあどうでしょう。ドックンドックンね、ドキドキするね。あ、はい、行きました。 おめでとうございます。2連チャン目ですね。さあで、はい、これでまたね、この後再抽選が ね、 ねありますからね。入りますかね。さあどうでしょう。今のはあっちゃんが悪い、変なフラグ立てるなよ。違う違う、そんなことない。さあ赤い図柄で揃えば確変継続でございます。そう、 そうなた、止まれ止まれ、超えろ。まだ分かんない、まだ分かんない。あ、はい、ということで一応二図柄で大当たりでございますね。友人、はい、友人、友人。いやでも早いです早いです。友人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 。あつろくの家にものすごいお金はある。じゃあつろくの家にあるものすごいお金は大丈夫ですかって。全然ないけどね。今日窓巻きの最中でその店の最高連チャン抜かしてきました。おーすごい、何連チャンですか ね、 ね、この店の2人はワールドカップに興味なさそうですけど、どうですかサッカーは。いや意外に見てますよ。まあ見ますよね、はい、なんだかんだね。あと一戦ですもんね、そうですね、日本はね、はい、明日ですね、明日ですね、はい、結局いろんなところで結局やってますからね。そうですね、もう嫌でも目につきますよ。あんちゃんはどこの店舗なんです。ちょっとねまだあれですよね。そうですね、はい、オクラホマですね。はい、オクラホマではないです。ちゃんと気候難にいますよ。これだね、半端ない出玉が出るお店はどこですか。あ、気候難はおどろぎ挑戦で、はい、ぜひ間違いない、はい。1パチには全然空気椅子で座って、はい、1パチには全員空気椅子で打ってるって聞きました。野辺さん怖いです。誰ですか。また誰か落としようとしてますみたいな。こんばんは、こんばんは。アンケート取ったらほぼ 100% であっちゃんが悪いって回答になるよ。フラグを立てたね。でもまあこれで復活するからね、可能性はある。36連させました。すごい、すげえ、5万発とか出ちゃってるじゃないね。モッサンの前さん、あっちゃんって嫌なことやムカつくことがあった時に眠れない性格だったりしますか。皆さんどうですか。いや全然寝ますね。寝ます。あ、うん、僕も多分寝ますね、うん。お兄ちゃんいつ帰ってくるの。私結婚します。妹より結婚しないよ。いやいや、でもほらするかもしれないじゃないですか。しないよ。あ、予定はないね。そうそうそう。なんかモッサンの投げやりか、投げやりな感じが癖になる。友人とか。どんな投げやりだったかな。あんちゃんは本社でしょ、どっかの店舗なの。じゃあ関西じゃん、こんなに教えてくれないなんて関西行ったんじゃないの。涙、まあ時期出てくると思いますけどね。そうですね、まあ、神奈川にいますよね。そうですね、いますよ結局。神奈川にいますよ。、うん、はい、なんか俺馬の鳴き声みたいな。馬鳴ったってことはさっきなんかもつも鳴ってましたもんね。鳴ってた、緑色ですね。あ、サンライン一番いいやでも、はい、ということはこれまでこの店の新宝儀は36年以下しかしてないぼった店だったんですね。悲しいよ坂本店長。違う違う違う、これ小田原の話じゃないですよ。そうだよ、野辺はパチユーザーを毛嫌いしてんなら 0.5 なら人間扱いしないだろう。いや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 、何言ってんすか。そんなことないですよね。関係ないですよ、1円も4円も。もう平等ですよ。そうです、はい、みんな大事にします、ね。だけど36年したけど1パチだったから悔しいと。あ、それは悔しいね。なんでよりにもよってって思いますね。そうそうそう、こういう時に言ってね。あとにとって悪ことって全然ないから、すぐぐっすり寝れるよ。悪こと、怒ることかな。うん、あ、当たった。マジで、え、はよ、このリーチで当たるの、すげー。テンポいいな。当たりました、おめでとうございます。すげー、こんな夜空リーチみたいなの当たるんだね。す
すげえ薄いとこじゃないの。さすがですね、今日は見せますね、うん、見せますね。はい、おめでとうございます、はい、す素晴らしいな、ね、こっから発見入るか、はい、いや、行きたいっすね。まあね、あのラウンドの最後で変わる可能性もありますからね、はい、まあ、さあどうでしょう、2番かな、はい、4円パッチの方が見返り多いから俺も好き、うん、なるほどね、ヨン様とカイジの声が一緒っていうのがなんか違和感あるんだよな。ああ、わかる、性格はあれですね、全然違いますね、キャラがね、明日の溝の口がサッカーの裏番組だけか。そうなんです、明日日本代表戦とね、はい、時間がかぶってると、そうなんですか、ということでね、あ、皆さんね、日本を応援しながらニコロを見ていただいて、あ、そうですね、同時配信みたいな感じでね、両方見てね、うん、坂井町の台は当たるな。いや違う、小田原大木町、大木町です、大木町って、はい、近いけど、ヒゲンって音するイコールゼブラ柄が出てるってことらしいですよ。あ、だからそっかにいるんだ、うん、馬はゼブラが出てるってことだっけ。あっちゃん、これ何モードになったら向山に、変わらないといけないんだっけ。なんだっけ、何モードだっけ、覚えてないわ。1パチで単発、4パチで連チャンさせてほしい。ああそうね、中来た、はい、タイマー来た、タイマー、タイマー来ました、はい、夜景予告は暑いんです、暑くないと思います。あ、SPS、あ、さっきと同じ感じ、はい、継続、はい、うん、おー、赤堀、赤い、赤い、はいはい、坂本店長、走り込みが足りないんですよ、だから簡単な接触プレーでもかかとを骨折して代表に招集されないんですよ。あ、そうですね、次こそはしっかり代表に選ばれるようにちょっとね、頑張りましょう。さあ、暑い、あ、来た、あ、しかも雪だるま君、いいんじゃないですか、18回転目、すごいね、いやこれ引き戻したりね、するのがやっぱりこの、ね、あ、金、うん、これもう超熱いと思いますよまあでも強弱なんで微妙ですけど、あ、うん、あ、運命の一人、そうだ、モサンいいことしてあげるよ、知らないと思うけど、あ、ゼブラ、はい、お、保留がゼブラ、うん、はい、向山は意外といいやつだいつもなんか ね, ね、宣伝してるね、はい、野辺さんは1パチの前を通ると下打ちしてるって本当ですか。誰ですかしませんよ、もうしない、コロンビアと日本を応援してくださいね。そうですね、そうですね、明日はさすがに配信お休みしたら絶対みんなサッカー見るって。まあそれそうかな、ね、でも、まあ、録画もありますんでね。あー、緑か、うん、横須賀のお店は出るな、いい店だな、うん、小田原大木町だ、違う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 、あよ、うん、私はあっちゃんとまめちゃん見るよ。あ、明日ね、ありがとうございます、ぜひ見に来てください。ポーランド代表が根本坂本へのえのへ覚悟しとけって言ってたぞおー来た、はい来ました、サンデーチャンネル、ありがとうございます。素晴らしいね、今日当たりっぱなしじゃないですか。あ、はい、あれこれアマデジかなぐらいの勢いで当たってますけどね、はい、うん、さあ野江君は赤いバスから一応発展ですね。はい、そうですね、はい、さあここで、うん、モッサン野江さん、運命の一人一になったら向山店長に代わってあげてください運命の一人一、蒲田の放送でちょっと打ったんですけど、はい、まあ、あの運命の人リーチになったら、本当に運命の人は現れるかもしれないから俺に代わってみたいな俺にやらせてみたいないや、切ないからやめてこんばんは、初見です、一パチの敵の野辺さんが出ると聞いてということでね、すごい敵じゃないです、久しぶりですからね、でもね、いだいぶね、1年ぶりぐらいですか、野辺さんはセリガル代表、ゼブラボイス、結構耳障りだな、ヒーンってやつか、ってね、モサオメ、ありがとうございます、よくハマるお店はどこですかね、うちではないね、一パチに座ってる人の椅子蹴るんだよね、野辺さん、蹴りません、サッカーよく分かんますよ、支えてますよ、サッカーよく分かんないから明日も聞こえな、見なきゃ、ぜひぜひお待ちしております、うん、お願いします。アルゼンチン代表がどん底から決勝トーナメント進出決めててびっくりした、いやすごいかったですね、柴崎岳の地元から見てます、明日楽しみ、ポーランドに勝つぞということでね、もうやっぱね、ぜひとも決勝トーナメントにはね進んでもらいたいですよね、うん、そうですね、もうさ、海の新しい台の情報ないですか。海、次の海ですか、はい、次の海は一応ブラックです ね、 ですね、ライトミドルでちょっと特殊なんですけど、はい、その出玉にちょっと偏らせて、はい、でその突入率が ST 機なんですけど 100% じゃないんですよね。あー、なるほどなるほど、50% での、ST 突入、はい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 、その代わりその、
大当たり分の出玉、うん、今の、まあ、規制の中では、はい、まあちょっと、まあ、頑張って高い、頑張って作ってるよ、ね、って感じですね、はい、ちょいパチじゃね、あのね、めっちゃ当たるからね、うん、扇状の40円パチの入り口ってどこにあるんですか。40円パチはね、うちにはないかな。だいぶやばいよそれ。そうね、うん、アトロ学校もっちゃってるの皆さん、こんばんは。のへ久しぶりじゃん、元気。元気です、ニュースで日本代表の試合後の渋谷が出てたけど、アトロクみたいな人が日本日本って騒いでたけど本人ですか。いやいやいや、ね、え、僕渋谷とか久しく行ってないですけどね。そう、まあ、若者の街ですからね。こんなね、眼鏡かけたオタクが行ったところでね、うん、なんか浮いちゃいますよね。あ、そう、行ったことないからね。行ったことない。ないことはないけど、あ、ないことないないことないよね。ほぼ行かないね、うん、ほぼ僕も行かないですね、うん、さあ、緑保留、はい、大雪中、あ、はい、中が光ってる、はい、どうしよう、こんなに当たるお店なら今度行きたいなぁ。あ、ぜひ。お待ちしております。待ちしておりますよ。待ってます。ね、まあでも遠いかもしれないけどね、どこ住んでるかはちょっとね、わかんないですけど、ね、ぜひね、来る機会になったら、うん、美味しいものもたくさんあるからね。おさんいますとかね、そう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 、放送出てる人いますかとかね、言っていただければと思います。あ、また SP、 はい、さあ、幸運赤文字ですね。じゃあ渋谷に行こう。ただメッシの相棒には野辺さんが必要なんですよね。サッカーできんの。サッカーじゃない、僕野球です。あ、野球ね。野球です、野球です。モサンは、え、サッカー、モサンサッカーできるんですか。あ、できますよ。本当に、うん、本当にリフティングもできる。できる。オーバーヘッドキックしますよ。ちょっと見たい。見たい、見たい。確かに見たいです。なんで大阪の人って道頓堀の川に飛び込むんだろうな。あ、確かにね、確かに飛び込みますね。喧嘩神かなんかですかね。お待ちしております。横須賀店です。違いますよ。大木町店です。大木町、さあ、カットイン緑、緑のも当たってるからね。しかも当たれば確変ですけど、どうでしょうね。あ、同じリーチ、これはい、同じリーチの、うん、どっちが当たるか。チュンさん、チュンさん、チュンさん。あー、ダメか。まだ課金くんいますか。いますね。あ、はい、います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 、うん、渋谷で日本代表を応援した後、終電がないからって社員のホテル代を出す素晴らしい企業がニュースで報道されてた。素晴らしい ね。一パチ嫌いの店員さんの話って野辺さんだったっけ。僕じゃないですよ。話だけはインパクトありすぎて覚えてた。危ないから忘れないようにしよう。減られちゃうからな。あ、ダメか。静岡だから静岡、あ、静岡だから小田原なら1時間ぐらいで着くかなと。あ、お隣さんですね。ぜひ、ぜひ来てください。ぜひぜひ、ね、ください。うん、道頓堀の川汚すぎて飛び込んだら一瞬で3日風呂に入ってない厚木さんになれる。そうなんだ。今来た、パンにハム挟むにだーって言うとね、カムサハムにだね。カムサハムにだ。あー、なるほどね。この前一パチ連チャンしてたら野江さんに一パチ打ってるんじゃねえよと言いながら台を開けてラムクリされました。誰だ。それはひどい、それはひどいね。そんなことするわけないでしょ。もう誰だ誰だ。いちご煮を持っていこうかな、モッサン。あー、いいですね、いちご煮。いちご煮ってイノシシ。いや、違う違う、行ったらウギと、はあ、ホッキ貝とアワビとか入ってて、まあ、いろいろ種類あるんですけど、はい、煮込んで炊き込みご飯になる、缶とかに入ったりしてるんですけど、知らない、うん、汁物って感じですかね。青森名物なんですか。あ、名物です。はい、いつもよね、炊き込みご飯にすると美味しいですよ、はい、あ、それを入れて炊き込む。そう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 、美味しいですね。美味しいですよ。青森のニュースは柴崎選手の特集が多いかな、うん、まあ、青森出身なんですね。野辺さんも青森詳しいですからね。そうですね。なんで、うん、自分の父が、はあ、青森出身で。あ、そうなんだ。僕、名字一戸なんで、はい、もう、あ、そう、じゃあ一の辺、二の辺、三の辺ってあるもんね、青森ね。そうそうそう、あ、そこから来てんだ、うん、なるほど、さすがですね。もう縁があるんですよ。一の辺だから一パチ嫌いなんだ。あ、そうじゃない。そういうこと。そういうんじゃないんだ。違いますよ。アントニオ猪木が前にいたらビンタしてほしいのと一緒の心理かな、道頓堀。あ、そうかもしれないね。なるほどね。上野から渋谷まで地味に遠いですか。遠いよ、歩いたら結構かかると思うよ。この間下着打ったらへそで7で当たったけど速落ちした。下着の右打ちは早い消化だったな。うん、なるほどね。あれ結構出ますね。ねえ、あれ結構ね、うん、いい台だと思うんですね。行ったら、行った時モスさんとか行ったら写真撮ってくれますか。あ、いいですよ。あ、全然大丈夫です、ぜひ、うん、
取ってあげてください、本当ね、うん、脱いだりはしないですよちょっとサムのこサムみたいにみたいなね、そうそうそう、小田原駅で降りたら栄町行っちゃう、行っちゃいそうだよね、扇町遠いんだよ、そういうことですね、じゃあバス乗ってきて、そう、あのね、小田グルバスっていうね、はい、ありますから、小田原扇町店まで、はい、あの無料で乗れる循環バスが通ってるんで、はい、あのそれね、あの PR とかのホームページにあの時刻表とかも載ってますので、そうですね、ぜひそれで調べてバス乗ってくると、はい、もうすぐ着きます、すぐですよ、そのまま、はい、まっすぐ行ってくれますからね、うん、はい、本田圭佑と坂本さんってどっちの方がフィジカル強いですか、はい、ああ、まあいい勝負かな、野辺さん教えてください、どっちですか、店長です1パチでそんな扱いなら 0.2 パチとかどうなっちゃうんだよ圧力1山形に行くのさくらんぼ、いや予定はないな、うん、ああ、そう、今年行ってないんですか、今年行ってないですね、大木町名物は1パチ嫌いの野辺さんで OK ですか、いやいやいや名物っていうほどもないですよ本当に、いやでもなかなかよそじゃ見れないですからね、まあね、あ、1の絵漢字これで合ってますか、合ってますね、野辺さん低レート打ってて本当にすいません、いや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 、もうぜひ打ってください、もう変わんないです、1パチちなみに何であるんですか、1パチですか、はい、1パチはさすがね、やっぱ嫌いなだけあって興味ないですよね台数とか分かんないですよね、やっぱね、わかりますやっぱね、それぐらい嫌いってことで大丈夫ですか、大体何台、大体、そうですね、うん、200ちょいです、200です今はわざと言ったんですよ、あ、なるほど200台ですね、はい、わざとね分かってます、分かってね、1、2、3、4、5、200です、はい、200台ね、はい、上野から渋谷まで歩くって、ね、遠いよね、この3人でココイチの10から完食するチャレンジをしてください、あ、10から、まあ、できなくはないけど、汗すごい、辛いのは好きだけどね、うんうん、野辺さんは、メッシと坂本店長どっち選ぶんですか、いや、もう店長じゃないですか、野辺さん1パチ打ってる人には写真撮らせてくれないから気をつけます僕でよかったら撮りますよ、いくらでもね、はい、あと車の駐車場ありますか、あ、いっぱいありますよ、はい、いっぱいあります、はい、雨でも駐車できます、はい、タウンライトの小室と言います、一の部かかってこいやいたねー、コムね、コムもね、先週ね、うん、あの放送久しぶりに出てもらって、ね、あ、そうなの、そう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 、ね、昔はね、横須賀でね、うん、そう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 、モッサンと一緒にね、そうだよ、放送出たりしてましたからね、うん、横須賀のホープだったのにね、そうそうそう、今はね、タウンライト、今はね、タウンライトで、ね、うん、野辺さんと一パチについてねちょっと言い争ってますよ、ね、うん、争ってるですね、うん、殴り合いもしますよ熱帯夜暑すぎてエアコンと扇風機フル回転なんだけど、真夏はどうなっちゃうんだろう、暑いよね、そうですよね、今年は暑いですね、一パチ打つやつは負け組って野江さんの名言でしたっけ、誰でしたっけ誰でした、そんなこと言わないです野江さんは店長たちの写真を的にした台、うん、的にしたダーツ大会があれば参加したいですか、いやいや企画があればしますけど、みんなでやりますよ、はい、あ、そうね、はい、ちなみに、野江さんが今まで自分が、はい、部下として働いた店長って何人いるんですか、あ、私は3人です、3人、オギー、はい、はい、そしてあとアゼウラ店長と、はい、アゼックス、坂本、アゼックス、はい、そして坂本店長、はい、じゃあ3人の写真がダーツの的になってたら、どこで、どこ、どこ狙うの、どこ狙うの、え、どこ狙うの、どこ狙うの、いやいやいや、誰も狙いましたよ的を外す、的を外す、いやいやいや、外します、外します、小室のおかげで先週の放送のコメントはかなり伸びた、そうだね、さすがっすね、まあ、何やったんだろう、視聴者の中で、はい、コムの子供の名前を決める、あ、でコムが一番気に入ってたのは、うん、小室 .com っていう、ああいいね、あ、いい、いや子供の名前 .com って、あ、いいじゃない、新しい .com、うん、.com なんて呼んだらいいんだろうね、 .com一パチ打ってる時の野辺さんにスマホおられるから気をつけて、悪いません、いいね、小室が俺は結婚したで坂本って言ってましたよ、どこ、どこ、どこむ、どこぶこむよ駐車場あるなら来月あたりに行こうと思います、お待ちしております、はい、お待ちしてます、その中に一パチユーザーがいたらダーツに、ダーツ投げれますかダーツ、ダーツ、ダーツヤンボマーボー天気予報、店長って台の入れ替えするんですか、あ、しますよ、うん、みんなでやりますよ、はい、明日おまみちゃんにコム結婚したってコメント書かなきゃ、多分知ってんじゃないかな、暑いならお近くの木コーナーで涼もう、木の下です、そうですね、うん、
来てください。はい。本当ではあのやっぱクーラーはね効いてますし涼しいですよお店の中はね。うん、ということで、まあモさんは時短ですけれども。そうですね。はい。ちょいちょいね、リーチはかかるんですけどね。まあ、いい感じでね、今日は2人とも当たってるし、格言も見せれてるし、そうそうそう、まあ、演出とかに関しては、うん、結構ね、あの歴代の冬ソナシリーズとそんなにさほど変わりはないんですけれども、うん、まあまあ、これ懐かしくてね、やっぱこういう王道の感じが好きっていう方もね、いらっしゃいますし、でスペックも安心できるスペックですよね、ちゃんとまとまった玉が取れますし、あ、うん、まあ、だから僕もね打ちたいと思って、ちょっとホール行ったんですけど。はい、やっぱね、女性のお客様がやっぱね占拠してましたね。やっぱね女性の方が売ってる率高いかなって気がしますね、見てると人気ありますよね。坂本店長はフィジカルが安定しないから台持ってフラフラしてますよね。そんなことないですよもう割とガッチリ、うん、ガッチリ持つ、うん、ガッチリ持ちますよ、ガッチリ持ってガッチリはめますよ、うん、ドットコムってどうやって漢字表記するのか、確かに、ね、難しい、まあ、そのままあれなんですかね、そのまま半角です、あ、小室ドットコム、でも扇頂点には野辺さんがいるからな、打たないとわざと足蹴られそうだから、いやいやいや、打らないです、見てください、どんだけ陰湿なのもうね、本当に見つけたらあのちょっとジュースとかね頼んでくれればね、多分買ってきてくれますよ、すぐ取ってくれる、この店にはスロットの絆ありますか。ありますよ、いっぱいありますよ、結構台数ありますよね、はい、20台ぐらい、そんな20台ぐらいですね、20台ぐらいありますね、はい、はい、今日父親から離婚するって話を聞いた、3組に1組離婚するらしいし、運命の人探しは難しいよね、いやー、まあ ねやっぱね離婚率も高いですからね、世の中のね、うん、まあ運命と思うか思わないか本人次第ですからね、そうそうそう、キラキラネームって一時期流行ったけど今あるのかな、あると思いますよ、あるんじゃないですか、ピカチュウとかね、ありますよね、プーさんとかね、なんて呼んだらいいのってなりますよね、この店に行ったら野平さんからのキラーパス受けれますか。めちゃくちゃポジティブ、もうやばいです、うん、メッシバリにバスパで、冷たいもの頼んでも野平さんだとあったかいお汁こもってきて、いや超嫌がらせ、冷たいのやります、うん、さあ、まあもうなんだかんだで40分近く経って、早いですね、あと20分、はい、もう1回ぐらいね初当たりみたいですね、そうですね、いいペースだけど、まあでも軍予告も出たしゼブラも出たし、うん、これ以上ね、まあ、何いるのって話ですね、いい感じですよ、うん、はい、実写、うん、ちなみに冬空の原作というかドラマ見たことはありますか、お二人は。僕はないです、ね、ない、母が大好きで、ああ、はい、韓流ね、はい、うん、おさんは、あ、今見てますよどういうことですか、今同時進行で、そう、なんかちょっと今見てもあれですけど、ね、いやでもね面白いんでね一回見た方がいいですよ、そうですか、あ、面白いです、なかなかね、持たないねあーダメか、この前一パチコーナーに行こうとしたら野辺さんにワールドカップ中だから行かせねえぞと言われてゴールキーパーみたいにブロックされました、こんなことですね、一パチの玉詰まりだと野辺さんだと我慢しろって言われるってことで、やばい、これ誰ですか、そんな店員いたら逆に面白いけどね、教えてないっすよマジか教えてください、本当に、ね、すぐ直しますよね、すぐ、キラキラネームにピカチュウとあっちゃん、それマジなのか、います、2人に言っておくけど、アツロクさんは成田高校時代に成田の4様って呼ばれてましたか、呼ばれてないですけどね、だってまだ高校の頃冬ソナやってないですよ多分、もし一パチに人が誰も座ってなかったらそういうことっていうことでいいですか、まあそうですね、そういうことになりますか ね、ノヘガードがついてるから ね、うん、島入れない、通してくれない、うん、やめてやめて、川島より一ノ瀬さんの方がキーパーとしての技術は上なんだよすごいすごい、認められてるキーパーですよ、飽きずに昨日新ホギア打ってたら満発出ました、おめでとうございます、おめでとうございます、いいですね満発ね、圧力隊おにぎりって MC する時の服装って縛りはないんですか、まあないんですけど、はい、一応僕の中の縛りが、はい、この酒パーのこの T シャツを着て、行くっていうのは放送の時は、100% 僕の中で縛りに、ちゃんと毎回来てるんですか、毎回来てます毎回、確かに、なんですか、あの仕事とプライベートを自分の中で区分けしたい、あ、なるほどね、そうそうそう、だから仕事の時は絶対、で時間になったら脱ぐんでしょ、
え、時間になったらもう、うん、もう1時になったんだけど、もう1時になったらもう終わった終わったっつって、うん、モスさん結婚してたっけ。結婚、うん、まあしてたらいいね。彼女は、彼女いたらいいね。恋愛マスターの圧力にいろいろ聞くといいよ。そうね。そうですね。なんかあの困ったことがあればね。そうですね。どういうプレゼントしたら喜びますかねとかね。もしもね、彼女できたらね。そう、どうしたら出会えるのかね。そっから、そっからね。酒場って商標登録されてるんです。してないですよね。圧力来週全身タイツ放送楽しみしてるわ。んー、その予定はないな。他に韓国ドラマで有名な作品ってなんだろう。チャングムの誓いとか。あれあったよね、夏のその夏のその差じゃないよ、春のワルツ。あ、そう、春のワルツ、うん、ありましたね。あと天国への階段、あー、あれ流行ったね。とか、あれ、まあ、ちょいちょいなってますよね。あとイケメンですねもね、なってますね。あー、そっか、あった。パチンコ全然ダメだったね。いろいろなってはいるんですけどね。だやっぱその中でもやっぱずっとこう冬ソナだけはね、あり続けてるからやっぱ強いですね。あれはラマは、ランマってあれ中国？中国じゃないの？日本ですよね、一応ね。高橋留美子ですもんね、あれね。野江さんの仕事の縛りは一パチユーザーを通さないってことですか？いや全然通しますよ、もちろん。ぜひ言ってください、一パチ。まあ通したら時給減りますからね。もうみんな四パチに誘導しろみたいなね。疑惑。あとさん、体を縛って配信してるんですか？縛ってないよ。韓国ドラマって一時かなりブームになったよね。そうですね。東方神起とかなかったっけ。あな、東方詩人記、東方、あ、あ、太陽詩人記、太陽神起、うん、まあ、韓国、まあ、あれも韓国じゃないですかね。多分カラとかも入りましたよね。うん、ね、あ、カラの歌、あ、太陽神起、ね、あ、海だ、ね、うん、花壇の韓国版なかったっけ。ある、あります、あります、あるある、うん、ドラえもんも韓国ですよね。それは違うんじゃない。違う違う違う。イケメンですねの77分の1バージョンは結構売ってた人がいた。あ、昨日のおにぎりはクソ暑い中長袖のボーダー着てたし、背もたれに肘ついてたし、ダラダラしてんなと思ってね。まあ、おにぎりも100キロ近くありますから、100キロありますからね。いやまずいね、超太ってます今、うん、もう諦めてるね。だからね、階段とかそういう歩いたり、うん、来るじゃないですか、膝に。なんか本当はぁはぁ言ってんですよ。はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな。大丈夫かよみたいな。まだ30ぐらいでしょ。いや、あ、そうっすね、30いってない、うん、いってる、30ぐらいかな、でしょ、うん、若い、うん、まあでも最近なんか健康面に気を使って歩いたりしてますね。なんか一時期ヨガ始めたけど、ね、そうそうそう、もうヨガやってないですけどね。でしょ、三日坊主。そう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 、まあまあまあ、でもね、やっぱ健康のことはね、うん、やっぱ考えた方がいいですよね。そうですね、まだね、うん、人生先長いですからね。そう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 、やっぱ70、80まで行きますからね。そうですよ、人生今はね、まあ、半分も、ね、80年で言われてますからね。そうそう、行ってないですから、ね、韓国ユースの8番、イチャンス、イーチャンス、イーチャンス、イーチャンスっているんだ。さあ、台の方がだいぶ落ち着いてきましたね。そうですね、出足が良かったですね。そうそうそう、うん、ちなみに明日の、明日の日本戦はどうですか、はい、勝ちそうな感じします。そうですね、明日、うん、引き分け以上で自力で上がれるのが確定すると、はい、引き分け以上、引き分け以上、もうね、うん、相手がどこでしたっけ、ポーランド、うん、ポーランド、うん、もうやけくそになってるからね。飛んでくるよ、敗退がね、決まってるからね。まあでも1勝ぐらいはね、そうしたいと思ってね、うん、やってるでしょうからね。そう、だからまあ、接戦になるんじゃないですか。そうですね、3対2とか。あ、3対2、うん、あ、まあでもね、2-2ぐらいはありえるかなって気がしますよね、うん。ポーランドの FIFA ランキングは8位っていうから警戒してたのに、試合見てたら全然だったな。8位なんだ、うん、めっちゃ上です ね、 ね、 そうっすね。野辺さんは箱の店には移動しないでね、1パチで呼んだら雑に流しそうで怖いです。すごいな、玉こぼしまくるな。あ、少ねえよって。そうそう、野辺さんは健康の秘訣は1パチ打ってる人をいじめることです。いや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 、こんなクソ野郎じゃないですか。モッサンとおにぎりが仕事をしてた時からもう体重やばかったっけ。いや、そうですね、うん、まあ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 来てますね。そっか、危なかったよね。まあでも小田原来てラーメンばっか食べてましたもんね。あ、ね、そっか、来たらラーメン食べてるんじゃないでしょ。そう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 、うん、1パチ打って交換しようとしたら野辺さんにカード奪われてシュレッダーにかけられて、1パチ打つからだよざまーと言われました。うわ、怖っ。
誰だ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 君たちはドーハの悲劇世代だから気をつけなさい。あ、そうですね、最後にね、そうですね、左側ですね。キューティーハニーの時短突破した後のバトルモードじゃない方を選ぶとカラの曲が流れてくる。ああ、そうなんだ。通常じゃまったりしてる印象ですよね。そうですね、まあ、でもこれがいいんじゃないですかね、やっぱり、安心感がね。そうそうそう、ああ知ってる台だって感じですよね、確かに。俺たちは野平さんの悲劇の世代だからな。野平の悲劇、どっちの悲劇を受けたんですか。さあ、ギジさん行きましたね。はい、お、緑に変わった。はい、保留がね。今のなんかギジさんの時の音楽とかって、はい、昔あったかなって気がしますけど、ちょっと演出はだいぶ一新したみたいですね。あ、そうなんですね。熱い演出はしっかり熱い当たるみたいな、はいはい、まあそのうちアマデジとかもね出そうな気はしますけどね。動けるデブならいいんじゃないか。でも動けるデブあんま動けないからな、これ保留4個までですか。あ、そうですね、え、4個違う、8個保留ですよね。はい、8個です。デブはよく喋るデブじゃないですか。喋る、よく喋るデブいっぱいいますけどね。そう、大体よく喋りますよね、大体ね、あの動くのがめんどくさいからね、やっぱ口で説明するから、ね、だからそこでしっかり消費してるんだけど、お腹がね、変わった、なんか、あ、保留がたまったから、これが多分新しいモードで、ついてる機能みたいなね感じじゃないですか。なるほどね、ユチン先読み系ですよね、多分ね、なんかあるよ、みたいな、なんか変化があればね。そう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 、野江さんが低価値専門店の店長になったら大変なことになるな。いや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 、そんなことない、もう大事です、大事ですよ、1円も4円も、平等にね、大事です、ちょっといい、はい、ちょっと多分これノイズがなんかあまり、拾えてない感じ、よし、ふいそなって事故で亡くなった恋人がドラゴンボールで生き返るんですよね。あ、なんか混じってるね、ちょっと違う。そういうストーリーでしたっけ。いや全然違いますけどね、あ、それはそれで面白そうだけど、そうそう、ドラゴンボールが、ありそうだけど、そう、なんかこうね、ヤムチャが転生したらみたいな。1000円入れて一発しか貸してもらえなくなったりしそう。怖っ。ああ、千円パチンコ、野辺店長の店。いやいやいや、ぼったくりじゃないですか。千パチ、千パチ。1万円入れてもボタン1回で10玉みたいな感じでしょ。野辺さん、もしかしてゴスロユーザーとかも嫌いなんですか。いや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 、むしろ私がもう手貸しちょっと打ってみたいなと思ってたぐらいなんで。ああ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ結構自分では打ったり打ってます。ああ、ドラマで今後パチ案件になりそうな作品ありますかね。ドラマで、ドラマ見てないからな。最近視聴率低下の話題しか聞かないので、ドラマ業界が心配だ。そうですね、なんか大変みたいですね。まあね、だからやっぱ芸能人のギャラが高かったりするから、バラエティ番組とかも結構ね、人数減らしたりとか、まあ、ギャラの高い人はちょっと、ね、出せないとか、いろいろね、事情はあるんですね。やっぱ事情はね、いっぱいありますよね。やっぱりそれはね、テレビを見る娯楽がね、やっぱりいろいろ増えてきたっていう、昔はね、テレビ見る人多かったですけど、確かにね、今はね、例えばニコ生だってそうですし、ああ確かに ね、フレッシュだってそうだし、YouTube だってそうですから、その時とりあえずなんかついてるもんつけて見るじゃなくて、見たいもん見ますもんね。そうそうそう、なんだよね、確かにね。トラックの前に飛び出して僕は死にませんとか言うのが冬ソナだったっけ。101回目だったそれも混ざってるね、それも混ざってる、ね、ミックスミックス、あ、相棒をパチンコにしよう。あ、相棒いいね、面白そうですね、刑事ドラマ、相棒打ちたい、あ、面白そう、事件危ないデカってないのかな。危ないデカもいいですね。まあね、逮捕したら大当たりみたいな、ね、はぐれ刑事純情派、ただ仕事人出てるからね。でもなんかあれじゃないですか、火曜サスペンス劇場的なノリになっちゃうんじゃない。あ、カサスノリ的にはあるね、あー、メーカーも決まったな。あ、太陽エレックでしたっけ、そうです ね、 ね、
野辺さんがタウンライトの店長になる話が出てきたら辞表叩きつけてやるって本当ですか？聞いたことないですけど、そんな噂も。俺は定価者無理みたいな。ないないない。相棒をパチにしたら水谷豊のギャラが高そうだから代わりに圧力にして相棒を無理にして、はぐれ刑事なんとかみたいなのをパチにしよう。あいいね。純情派。あれをいいよ。古畑任三郎。あいいね。いいね。古畑任三郎はいいね。なんかね、カットインとか簡単に作れそうよね。どっちかというと事故で亡くなった恋人を海の向こうに探しに行く展開でしょ、うん、海の向こう事故で亡くなった、これ何のドラマかな、わかんないな。海の向こう、証拠が揃ってないわって言われるよ。ワンピース的な、ああワンピース、うん、フルハウスをパチンショー、あー絶対打つ俺、あの NHK とかでやってた、ね、ドラマというか、なんてコメディーというかね、コメディ、あれはね、いいよね。何吹き替え版みたいな、あ、ヨジン、はい、ロビンソン・クルーソーパチンショー、大雪中、はい、待機中、ちょっとジャンスですか、ちょっとね、保留ヨジンだよ、うん、ドクター X いいね、あーいいね、あーおー米倉涼子、あミスター・ビーン、あーなってましたよね、あミスター・ビーン、あサンチュ、あチュン、チュンさん、うん、サンチュは死んだのよ、お、さあタイマーが一応動いてます、はい、お、いやこれチャンスですよ、167回転ね、いいんじゃないですか、また見せ場来ちゃうんじゃないですかこれ、いやちょろいねすごい、まあね、319にはめっぽう強いモサンですから、うん、強いですよ、任せて、さあ、ポラリス来ましたよ、うん、なんて書いてるかわかんないお、あっちも熱い、うん、熱そう、野江さんも熱そうですね、うん、2度目の事故、あ、ポラリスチャージしてるんだ、今赤だ、うん、さあ空港ですね、空港か、お、さあ発展、お、赤い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 、大河ドラマ坂本店長をパチンしよう、あいいよ任せて、信長とかやるよ、いいね、うん、さあどうでしょう、運命の人、うん、あそれだ運命の人、さあまずはモッサンからですね、来るか友人、あー残念、復活あるかな、あるかな、あれ、あーあーないか、長い、ダメか、ダメ、さあそして野江さんもチャンスですよ、お、ドッくん、あーこっちもダメ、さあ復活、悲しいね、あるかな、悲しいっすね、うん、ないかー、これは真ん中4番の人悲しそうだよ4番の人、焼肉食べたくなるワードが聞こえてきたような、焼肉、3年 A 組ドラゴン先生をパチにしよう、フリソロは事故で亡くなった人を人体錬成する話ですよね、それあれだよね、それはあのアニメのやつだよね、うん、練習するやつ、あーそう、なんだっけ、あ、ハガレン、ハガレン、あ、ミランに、激震 UEFA が欧州カップ戦、2シーズンの出場停止を発表、よく落ちるネックレスだな、本当だね、ホラーですね、あれ、あ、長い、あ、タイマーが35秒くらいありますね、そんな待てないよシアル R の男で山口メンバーが未成年にお酒飲ましたらまたやばいやつだ、あーそれダメだよ、本日は片岡敦さんの誕生、誰片岡敦さん、わかんない芸能人、あーちゃんって高速道路から逃げたら、あ逃げ切れるかどうかの映画だよね、違うよこれで疑似練するんじゃないの、しないのかな、ね、うん、もう1回ぐらい挟んでくるよね、小山メンバーなんですぐに復帰できたんですか、謎、うん、さあタイマーはゼロ、お、何が来る、お、熱い、お、燃えてる、ドイツピンチ、ドイツピンチ、うん、
復活イコール事故のイベントが起きるってことですかね。あ、ちょっと間違おうかな。事故る。さあカットイン。左。さあどうでしょう。うん、あー雪だるまが。え、あれもうさ、軍外したの？うん軍外しちゃいましたね。ね、なんかね、当たると思うよ、あんなん来たら。はい、軍も外れるってことですね。で、金にもなってましたしね。そう、ね、そうだったけどね、うん、冬空って、浪人と管理人さんのラブロマンスですよね。違うあれ、それメゾン一国です。そうですね一国間の話ですね、それね。モスさん、うん、はい、はい、小田原は7つの滞在入れる予定ありますか？あ、入りますよ。あ、予定あります。はい、全部入れます。軍外したらプンプン出さまあね、強力ですからね。そこそこ外れるときは外れますよ。ちょいちょい出るからね、軍なんでね。そうそれ、こんなもんだよ。無双のタイマー90秒くらいの時はモスさん寝ちゃうよね。寝ちゃうね。90秒ね。90秒だったら寝れるかなって思っちゃうね。軍何種類かなかったっけ。まあ、人のやつもあるし、はい、あ、そうか、雪だるまとか時短中とかだと雪だるまなのかな。メゾン一国って見たことないんですが、一国堂とは何か関係あるんですか。あ、そうですね、さすがに深いみたいですちょっとどういう関係があるんですかメゾン一国と一国堂って。あれ、いたらモデルになったのに。じゃあ、五代くんがあれなのかな、もしかしたら一国堂がね。あ、そうそうそう昔話でしょ。あ、そうなんだね。そうそう、なるほど。うん、リーチ外れから特格行くことってあるのかな。リーチ外れから、あ、どうなんだろう、あるのかな。ないんじゃない。あの、ね、あのでもあそこにはなるんじゃない。うん、トラックのところに。確かにありんじゃ。ジューシーハニー2は配信する予定ありますか。導入予定はありますか。導入予定ありますけど、はい、流しても大丈夫かな、まあ、すごいよ本当に、うん、結構激しめ。ちょっと危ない。マジで、うん、危ない。あー、うん、でもまあ、でも多分だ、まあ、大丈夫だから、あの、うん、台になって発売されてるんで、まあね、大丈夫じゃないですか、うんうん、あっちゃんって入銀の回し物だけか。いや全然そんなことないですよ。そう、うん、ただ入銀の台が好きっていう。ああ好きなんだね。好きっていうね、うんうん。一国堂ってどうやって口閉じたまま喋ってるんですか。あれもう一個口あるの結構い、ね、新しい発想をしますね。すごいすごい。この前森進一の曲は流れないんですか冬の。ああ流れますよ。でもあれね、カノンの森だよね確かね、うん、そう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 、うん。またモッサンの適当な説明をする野江さんの一パチ以外は嘘だから信じたらダメ。いや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 、CR モッサンの妹ナナで当たったら本人と結婚できるらしいですが、いつ導入ですか。ナナ、うん、の図柄ないけどねできないですよ。ジュジャーニムは役物がやばいらしいですね、うん、あ、そうなんだ。あ、やばいね、うん。エンディングで野江さんを人形にして腹話術やってください。僕は人形ですか、うん、もうすでに人形ですよ軍なあ、これだ。この台はタイガーショットやスカイラブハリケーンが出れば熱いんでしたっけ。あ、そうですそうです。それキャプツバだからねそう、上の中4様くるくる回るからエロすぎたら検定通らないんだっけ。多分その辺の倫理問題は結構ね あるんですよね。まあそうですよね、パチンコ台になる時検査してるところが検査してる、ね、そう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 。さあ残り3分ぐらいですかね。まあまあいいとこは見せられたんですかね、うん、まあ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 ってことですね、うんうん、そうね。モスさんってさらっと本当っぽく嘘つくよね。でも嫌いじゃないありがとうございますお、3、3、降雪中、降雪中、うん、大雪中になったらいいのかな、うん、お、核変図から、はい、当たればね。キュンさん、SOD が大丈夫なら大丈夫でしょう、うん、あ、ソフトオンデマンド ね、うん。最近の台で設置移動するのが一番嫌な台は何ですか。いや、これから来るウルトラセブンは嫌ですよね。あ、重いんですか。重いでしょう、うん、でもガロとかも嫌ですね。ガロ重いですよね。重いですね。あれ何キロでしたっけ。60キロぐらいですよね、確かね。重いですね。あ、
もうこれだからね、店員さんはね、軽い方がいいですもんね、絶対。もうちょっと安全を考えてほしいね。あ、そうですね。野江さんってさらっと1パチユーザーいじめるよね。いや、さらっといじめません。そういうの嫌いじゃない。そういうの嫌いじゃない。そうなんです。そうなんです。よくない、よくない。さあ、どうでしょう、モッサン。ちょっと弱かったかなって気がしますね。あ、また落ちたよね、クレス。よく落ちるね、うん。疲労の大変だよ、これ元に戻すのね。うん、ネックレスね。そうだよ。この後裏で直してるからね。毎回リーチ終わってから、そうだよ、いちいち作り直して、毎回大変だよ。で、作り直したらまたスーパーリーチになってみたいな、ね。だからそう、直るまではリーチからないよ。ちなみに誰ですか、後ろにいるのは。あんちゃん。あんちゃん入れるかな、台の中結構大きいからね。やってるよ、あんちゃん。あんちゃんか異国道。あ、異国道ね。ドカベンが今日発売のチャンピオンで最終回なので、あ、そうなんだ。エンディングで坂本店長に島上からジャンプしてもらいたいです。いや、それは関係ない。それは関係ないよ。わらわら、ウルトラセブンも枠が派手な作りになってるんですか。そうですね、うん、合体しますからね。合体、うん、なんか上から顔出てきたり、そう、うん、してますね。アイスラッカーみたいなのついてるね。はあ、はあ、はあ、うん。今日は一度も当たりなしか、小木町店はダメだな。いやいやいや、当たってる、当たってる、当たってる、まあ当たってる、まあ当たってる、うん、まあまあ当たってますよ。初当たり言ったら3回になるのかな。そうですね、うん。エンディングで野辺さんを人形にして腹話術やってください。まただ、まただよ。ドイツの試合が終わりました。野平さん責任取ってください。どうなったんだろうね。R18 とかいうタイトルだけはドエロな台がありましたね。 ありますね。あれでも結構いいですよ、 R18、 はい、見ててすごい癒されます。あ、うん、なるほどね、男性はね、うん、特にね。誰が入ってたら早く直せそうですか、ポラリス。いや、やっぱ早いの誰かって言ったら割とお兄早そうですけど、ね。うん、お兄早そうですけど雑そうですけどね、うん、雑だけどね、うん、なんかちょっとその辺の草でなんかとりあえず細かっちゃったよね。野江さん伊勢崎に移動したら面白そうだね。 0.2 パチとか、どういう扱いするんだろうな。いや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 、うん、変わんないですよ、うん、もう。川島前日会見で先発への覚悟で今度は自分が助けるって言ってた。頑張ってほしいね、頑張ってください。本当ね、うん、川島直美、違う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 、日本代表のゴールキーパー川島直美。まあ、川島直美で思い出しましたけど、旦那さんのなんかお店が小田原、はい、ありますね。そうなんですか。あ、そうそう、ありますよね。そういう繋がりになる予定だったの。よろしく。あ、そういう繋がりになる予定だったんですか。そう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 、うん、そう、なんかそう、鎧塚さんの、はいはい、なんかレストランなんですか。なんかなんかそう、うん、スイーツ、あ、スイーツのお店が、うん、そう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 、ね、小田原にはある。結構有名で、本当に有名なシェフが作ってる。行ってみたいですね、そういうとこね。三つ星とかね、そんなやつ。一つ星だったかな。ちゃんと星ついてるはずだし。あ、じゃあすごいんだやっぱり、うん。だからね、小田原大木町で来るついでにね、そういうところをね、そう、一緒に観光したらいいんじゃないかな。ちょっと車じゃないとちょっと厳しいかもしれないけど。そうですね。あつこさん、川島のパンチングにめっちゃ切れてて怖かった、放送禁止用語連発だった。そんなことないけどね、うん、でもほら、僕があの立場だったらどうするかなんて、僕プロのサッカー選手じゃないから分かんないじゃないですか。あれが自分で最善だと思ってやったんだったら、それはそれでね、そうですね、素晴らしい判断だと思いますよ、うん、そうですよ、うん。0.2 パチなんかあったら手にムチ持ちながらバシバシ叩かれそうだな。持ちません、前さんにね。川島直美の台出てましたよね。ありました、ありました。なんかありましたね。オーク。あー、オーク。あれ結構好きでしたけどね。入銀です、入銀。入銀。なんか、うるさい。あ、ごめんなさい。でもあれね、ドロドロした感じ面白かったですよね。あ、そうですね、うん。ちょっと、あんまりない台ですよね。そうですね、うん。分かった、おにぎりが入ってると思って打ちます。この店舗の近くに美味しいラーメン屋さんとかありますか。あ、近くか、うん、ちょっと離れてるね、うん、有名なので言ったらね、うんうん、カップラーメンにもなってる、はあ、担々麺の、ほう、あ、四川です。四川、担々麺とか、あ、有名なんですね。有名ですね。で、あとはあれ、小田原駅前の小田原商店とか、はい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 、うん、でも四川はやっぱり担々麺もそうだけど、チャーシューがね、チャーシューうまいんですか。すごい有名。行ってみたい。
ラスさんに高速で道路から逃げた豚のくせに俺か、アトロ君あんなボール俺なら片手で止めてるわと絶対言わない。キーパーって一番大変そうですからね。そうですね、プレッシャーもでかいですよね。この近くで一番うまいのは坂本の作るチキンラーメン、皆さんお店に持参してお湯を注いでもらいましょうお湯注ぐだけだけどね、うん、ラーメンのお店確認のコメント、だんだんおにぎりが言ってるように聞こえてくる。あでもおにぎり本当にいろんなところでラーメン食べますからね、うん、そうね、だから美味しいラーメンとかは多分すごい知ってると思いますね。でも食べたら忘れちゃうんでしょ。まあよく忘れますねああありましたねとか言って、 あれどこだったっけな。そう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 さあ時間も1時過ぎたんでそろそろぼちぼちですかね。ぼちぼちですかね。当たりがねまあ引けましたからね、うんうん、いいとこかな。そうですね、 NG コメント、小田原に行く、はい、打ちに行くついでにその店行ってラーメン食べて帰ろうかな。あ、ぜひね、あ、そうですね、四川行ってね、はい、ラーメン食べて帰ってください。うん、青堀じゃあこれだけ見て終わりましょうか。はい、あーちゃんニューギネコしてくるやっぱり忖度してるんでしょ。いや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 ねえもっさん、いやいやしてないしてない。ニューギンさんね、そういえば次あれですか、漆黒、漆黒出ますね、花の刑事ね。そうですね、はい、2400発はいはい。あとは最近出たのコジコジ。あーコジコジね、うん、コジコジね、名機ですね、はい、もう1パチに入れますからね。お最高じゃないですか。あつろくさん何に詳しいんですか。いや僕あんまり何にも詳しくない。ニューギンさん詳しいんじゃないですか。ニューギンさんにもある程度ある程度知ってます1パチの人が野平さんに美味しいラーメン店聞いたらそこであつろくの餌でも食ってなって言われそう。どういうことどういうこと。言わないでしょ。そうもうちゃんと言いますよ美味しいところ、うん。さあ、あでもこのリーチでね最初のおへさん当たりましたからね。そうね、これで当たるとはちょっと思わなかったね。今だって上野動物園で先着順であっちゃんが見れるんでしたっけ。あ、シャン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 ね、うん、サケバーのスポンサーだけそれは忖度しますよね。そうですね、うん、誰かな。あ、うん、チビマルコちゃんとコジコジの、違いが分かりません、教えてください。まあ一応なコジコジも結構アニメ長いんですよね、うん、あ、そうですね、話の数で言ったら何チビマルコちゃんの次ぐらい。あ、そうなんですね、うん、そうで、なんか結構ね、うん、まあ漫画にもあったのかな、なんか結構有名らしいですよ。待ってかな、うん、ほい、じゃあカメラ切り替えますね。ほい、じゃあ寝台入れ替えの案内は野辺さんから。はい、厳しめに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 、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、次回ですね、はい、7月3日火曜日9時開店で、はい、パチンコ、ウルトラセブン2、はい、40台、はい、なんと40台も入りますんで、はい、ぜひね、当店扇町に、そうですね、遊びに来てほしいです、はい、あとは、お客様人気の、シンフォギアですね、はい、こちらも、まだまだ増大15台ですね、はい、全部でこちらも増大と、はい、で今日打ちました冬のソナタリメンバーも、はい、2台増大、増大ですね、はい、で続いてが CR ギルティークラン、はい、1円パッチですこれね、うん、で次はペルソナ、うん、こちらのパチンコで1円パッチでこれ1台、うん、続いてが、4円パチンコで、大人気海シリーズから、はい、大海物語4ブラックだ、これがね次の海の新作ということですね、はいはい、ライトメイですね、はい、はいはい、こちらが10台、はいはい、続いてが CR 綱取り物語、はい、横綱セブン横綱7000全力、はい、まあ、店長がおっしゃってたあの、うん、餃子の王将に似てるということで、ね、はい、こちらの方が4円パチンコで3台、はい、続いてが CR レイブ、うん、この世界 こそが事実だ、はい、真実だ、真実だ、間違いなかったですね、はい、1台です、はい、続いてが CR 忍者服部くん、うん、科学忍法対忍びの術、はい、1円パチンコで1台と、はい、次はスロットですね、第2期ジャグラーコーナー、はい、みんなのジャグラー、はい、20円スロットで6台、はい、次がパチスロトータルイクリプス、はい、こちらの方もちょっと言いにくく感じました、はい、前回のタイプとは違いまして、うん、A プラス RT、はい、こちらが20円スロットで2台と、はい、こちら次がパチスロチャラメキ、チャラメキチャラメキ頭だチャラメキね、チャラメキですね、はい、沖縄でいうチュラメキ水族館、はい、でこちらが、20円スロット8台、はい、5円スロット5円スロットも入るんでね、これおー、なるほど、ぜひ、花系が好きね、ピカピカ花を使うのが好きな方はぜひ当店来てください、はい、
で最後に、パチスロ学園目次録ハイスクールオブザデッド、はい、こちらが20層で1台入りますので、はい、もうこんなにねいっぱい入るんで、はい、ぜひぜひ、はい、7月3日、はい、静岡になりますので、はい、当店小田原扇町店です、はいはい、ぜひお越しください、遊びに来てください、はい、お願いします。じゃあ最後にねコメント読んでいきたいと思います。野辺、さんは怖いけど向山意外といいやつだ何の宣伝やっぱり気候なうちに行くならモッサンがいるところに行きたいな。ああ嬉しいこと言ってくれますね。これ、ね、ありがとうございます。いい、ね、うん、やっぱね会いたい人に会いに行くっていうのが一番いいですよね。そうですね。だからねモッサンに会ったらね、はい、一緒に写真撮ってもらったり、そうですね、いろいろね腕組んでもらったり、はい、いろいろしてもらってください、ぜひね、見てください。はい、お疲れおつおつ、じゃあモッサンは適当気味に織田信長のモノマネを扇状態で、はい、気候なバスに乗ろうとしたら一パチ振ったなら乗せねえぞと言われました。どういうことだ、いろいろ混ざってるな。シンフォギアの増大の盤面は何が導入されますか。なんだろう、赤いやつ、赤いやつ、うん、赤い人、赤い人かな、うん、新しいやつですか、な何のやつ、一個前わかんない、まあその辺はちょ、じゃあ次回の放送でね、うん、秋田見てのお楽しみかな、そうですね、うん、はい、という感じで、そう、よくわからないで買ってるからね。まあさすがにその何の盤面かまではね、うん、いいよ、何でもって、まあ新宝ギアだったらね、中身は新宝ギアですからね、そう、新宝ギアだったらいいよって、あ、はい、横須賀店に行きますね。違います。扇町です。そう、はい、はい、ということで本日の放送はこの辺でお借りしたいと思います。はい、次回の放送はまた来月、もう7月ですね。そうですね、はい、あっという間ですね。はい、はい、7月の第2、第4水曜日、はい、放送予定となっておりますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。というところで本日の放送はこの辺でお借りしたいと思います。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら、待ってます。